皆さんこんにちは。今回紹介するプラグインはDehancer Proです。Dehancerはあなたが撮影した画像や映像にアナログフィルムの質感を与えることができます。映画のような雰囲気の映像を作りたい方におすすめです。映画制作のプロの現場でも使われている優秀なプラグインです。Dehancerはフィルムエミュレーションソフトウェアと言われています。エミュレーションとは模倣という意味です。このプラグインにはアナログフィルムの特性を再現するためのパラメーターが詰め込まれています。正確なフィルムライクなカラーグレーディングが可能なため、映像をノスタルジックな映像に加工することができます。雑に言うとフィルムノイズを加えることでレトロな映像を作ることができます。このフィルムっぽさの再現性がとにかくレベルが高いです。Dehancerを使っているとフィルムっぽさに必要な要素を知ることができます。ですが理解しなくてもDehancerさえあれば誰でも簡単にこのような映像を作ることができます。この動画では難しく説明するつもりはありません。今表示している映像は子供と公園に行った時に撮ったホームビデオです。これをDehancerで加工するとこのようなフィルムルックなレトロな色味質感が表現できます。何気なく撮ったホームビデオにフィルム映画のような味わいを追加できるのです。Dehancerではまず適用したい元の動画の形式を選択します。ログ撮影などをした場合は撮影したカメラを指定できます。今回私が使用したカメラがソニーの FX30 で S-Log3 を使用して撮影しました。フィルムの項目でフィルムのプロファイルを選択できます。ここで指定したフィルムを再現できます。そしてプリントのパラメーターはラットのようなフィルターだと思ってください。最終段階でいくつかのフィルターを追加して選択できます。これらのパラメーターで色の調整などフィルムライクなカラーグレーディングが可能となっています。ここまでで色味が出来上がってきたらさらにここからフィルムっぽさを出すための要素を追加していきます。フィルムグレイン、ハレーション、ブルーム、フィルムダメージ、フィルムブレス、ゲートウィーブ、これらのノイズ要素が組み合わさってリアルなフィルムっぽさを作り出すことができます。この動画ではこれらのパラメーターの調整について実際にDehancerを触りながら順番に説明していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではDehancerのパラメーターを説明していきます。ちなみに今回は Adobe PremierePro で使用していきますが、他の映像編集ソフトでは FinalCut や Davinci Resolve、AfterEffects でも使用できます。映像制作者でない人は Photoshop や Lightroom で写真に対して使用できます。こちらはプレミアプロの編集作業画面です。撮影した映像素材を曲に合わせてカット編集し終えたところです。ではDehancerを適用したいと思います。Dehancerを適用するにはまず調整レイヤーを作成してタイムラインに並べます。この調整レイヤーにエフェクトからDehancerをドラッグして適用します。プレミアプロでは適用したエフェクトはこのエフェクトコントロールでパラメーターを調整していきます。Dehancerの項目を見るとずらりとパラメーターが並んでいます。まず私がこの動画で調整したパラメーターを順番に紹介していきます。先ほども説明した通りDehancerではまずインプットの項目のソースでDehancerを適用する動画の形式を指定します。通常の動画であればREC709を指定することが多いと思いますが、今回私はソニーのカメラの FX30 で撮影したのでそれをここで指定してあげます。ソースの項目のプルダウンメニューでチューズカメラを選択します。その下のカメラの項目でカメラと撮影した設定を指定します。今回は S-Log3 の S-Gamut3 シネの ISO800 で撮影したのでそちらを選択します。これでソースの映像を正しく認識させることができました。次にフィルムの項目で再現したいフィルムを選択します。プロファイルの項目のプルダウンメニューで好きなものを選びましょう。Dehancerでは60種類以上のフィルムを選択できます。それぞれフィルムの特徴が違うので好きなものを選んでください。ここではコダックビジョン 3500T を選びました。このコダックビジョン3は映画用のフィルムです。映画制作によく使用されているフィルムなのでこの4つのプロファイルがおすすめです。500は感度を表していて D はデイライトを表し晴天の野外用のフィルムです。 T はタングステンを表しスタジオ照明室内用のフィルムです。次にプリントの項目で仕上げの加工方法を選択します。デフォルトではリニアになっています。
リニアは選択したフィルムの純粋なプロファイルのみが使用されます。ここではコダック2383プリントフィルムを選びました。これでコダック2383プリントフィルムへ印刷した時の色味を再現できます。特にコダック2383はラットでもよく使われている有名なプリセットです。誰もが期待するフィルム映画のようなテイストを表現できるため映画制作者によく使われます。ディハンサーの公式でもおすすめされています。このようにインプットで動画のソース、フィルムのプロファイル、プリントのプロファイルを選択していくだけですでにフィルム映画のような色味が表現できています。色味はこれで OK とします。ではここからはフィルムグレインより下のパラメーターで必要なフィルムノイズを組み合わせてフィルム映画の質感を加えていきます。まず一つ目のノイズ要素がフィルムグレインです。フィルムグレインは画面の粒子状のノイズです。これはデフォルトでイネイブルのチェックが入っています。これがオンオフのスイッチです。デフォルトで 35mm の ISO250 に設定されています。この ISO 感度は高い数値の方がノイズが多く発生します。そして 35mm というのはフィルムの幅で数字が小さい方がノイズが多く発生します。 8mm フィルムというのは家庭用に普及したフィルムカメラのことでノイズが多く質が悪くなります。 65mm は商業用の超対策映画に使用されるフィルムカメラです。つまり数字が上がるほど高性能なカメラとなりノイズが少なくなります。これは全てのノイズの種類に言えます。一般的にフィルムっぽい独特の質感を求めるなら 8mm フィルムを選択するといいでしょう。ここではフィルムグレインはデフォルトのまま 35mm ISO250 を選択しました。次の項目のハレーションはフィルムで撮影するときに露出オーバー領域の境界付近に赤やオレンジのにじみとして現れる視覚効果です。画面では効果が分かりやすいように数値を極端に強くしています。このハレーションもフィルムで撮影するときに現れる特徴的なノイズなので味付けとして使用できます。ちなみに今回の動画では使用しませんでした。次の項目のブルームは光源の周囲やシーンの明るい領域に見られる拡散した輝きです。例えるとグローに近い視覚効果です。ブルーム効果はヴィンテージレンズや特殊なフィルターを使用して撮影した場合に現れます。特に小型フィルムの 8mm フィルムで顕著になります。ハレーションと合わせて使うことが多いパラメーターです。ブルームは今回の動画では使用しませんでした。次の項目のフィルムダメージはフィルムの自然な汚れです。フィルムで撮影するとあらゆる段階でホコリ、髪の毛、傷などの汚れが現れます。なのでこれらの汚れもフィルムの大きな特徴となります。ディハンサーのフィルムダメージは他のフィルムダメージのテクスチャーと比べてもクオリティが高いと思います。プロファイルをカスタムに変更すればホコリ、髪の毛、傷の数や大きさを細かく調整できますがプリセットから選ぶだけで十分リアルなノイズを表現できます。デフォルトではオフになっているのでイネイブルにチェックを入れます。ここではフィルムダメージは少し増やしたかったので 16mm を選択しました。次の項目のビネットは周辺原光と呼ばれ写真の四隅を中心部よりも暗くしてアーティスティックな雰囲気を出すことです。これももともとはカメラやレンズの欠陥により起こる現象です。 CG を作る際にもよく使われる表現で画面の中心に注目を集めるために使用されます。デフォルトではオフになっているのでイネイブルにチェックを入れます。数値はデフォルト値のままにしておきます。次の項目のフィルムブレスはフィルムを動かした時の光のムラを再現できます。この全体的に画面が点滅して見えるのがフィルムブレスです。フレームごとに露出やコントラストや色にムラができこのような現象が起こります。特にフィルムが古かったり古いカメラで撮影するとより顕著にノイズが見られます。フィルムブレスもフィルムっぽさに大きく関わるパラメーターだと思います。デフォルトではオフになっているのでイネイブルにチェックを入れます。ここではフィルムブレスは少し強くしたかったので 8mm を選択しました。次の項目のゲートウィーブは映写機でフィルムを動かした時の振動のことです。実際には穴が摩耗した古いフィルムを動かす時に現れます。特にフィルムが古かったり古いカメラで撮影するとより顕著に振動が見られます。単純なウィグルとは違いリアルな揺れ方をします。このゲートウィーブの揺れも映像のフィルムっぽさをアップさせてくれます。デフォルトではオフになっているので
イネイブルにチェックを入れます。ここではゲートウィーブは少し強くしたかったので 8mm を選択しました。私が調整したのはこれで以上となります。これで十分私の好みのフィルム映画っぽい加工ができました。今回は各ノイズが分かりやすいように極端な数値で説明してきましたが、実際はそれほど各ノイズを強くかけていません。実際ディハンサーのプリセットを選択すると各ノイズとも目立たないぐらいの微妙な影響の強さで適用されます。それがフィルムエミュレーションのリアルさにつながっています。パラメーターは細かく調整するというよりは基本的にはプリセットを使用すればいいと思います。それだけディハンサーが優秀なプラグインだからです。プリセットを使用した上で好みで部分的に数値を調整すればいいと思います。 AE とプレミア版、ダヴィンチリゾルブ版、ファイナルカット版があり、料金については永続ライセンスが$449、1年版で$299、6ヶ月版で$199、3ヶ月版で$149です。2週間のトライアル版で全機能が試せるので、まずはトライアル版をお試しください。安いプラグインではないですが、ディハンサーは長く使えるプラグインですので、購入するなら永続ライセンスがおすすめです。ディハンサーを特におすすめしたい方としては、カメラを趣味にされている方で映像にも力を入れたい方、ホームビデオを作品として残していきたいお父さんなどにおすすめです。購入リンクやクーポンなどのお得情報については概要欄に貼っておきます。いかがだったでしょうか。ドキュメンタリーや映画、ミュージックビデオ、企業 VP、 ホームビデオなどディハンサーを使用すれば撮影した映像が即座に映像作品になります。今の時代、高性能なカメラも安く手に入り、映像を作るのにプロもアマチュアもありません。家族旅行や Vlog の映像をディハンサーでエモく加工するのもいいかもしれません。 YouTube にハイクオリティな動画をアップロードしたい方も多いと思います。ディハンサーなら誰でもフィルム映画のような映像がすぐに作れます。使い方は様々だと思いますが、本格的なフィルムノイズが必要になったら概要欄からディハンサーを購入してください。値段は安くありませんが、クオリティは保証します。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。